それではですね、今日の記者会見の方を始めたいと思います。まずはじめに平成29年度深谷市、総合防災訓練につきましてご説明いたします。資料の1ページをご覧ください。市では毎年大規模な地震の発生を想定した総合防災訓練を実施しており、今年は9月2日土曜日に行います。当日は強い地震により市内で多くの建物が崩れ、瓦礫に閉じ込められた人を救助することを想定した地震災害対応訓練を実施いたしますが、今年は初めて消防本部と陸上自衛隊が合同で行います。また昨年に引き続き深谷市と自主防災会による避難所開設訓練を実施いたします。避難所開設訓練とは、避難所を開設する際に必要な作業を実際に行う避難所運営に特化した訓練であります。市職員と市民がそれぞれの役割を確認しながら協力して訓練を行います。このように防災関係機関や事業所、市民の皆さんと合同で行う実践的かつ効果的な各種訓練を通して、災害対応能力の強化や災害体制の充実、そして市民がより防災に関心を持ち防災意識を高めることができるよう努めてまいります。次に心まわるく出会い旅第5回深谷エンタビにつきましてご説明いたします。資料の3ページをご覧ください。深谷の魅力を伝えたい、そして深谷をにぎわいと触れ合いのある街にしたい、そのような思いを持った深谷を愛する人たちが集まり、市内のお店や公共施設などを会場にさまざまな体験型プログラムを実施する企画、深谷エンタビを今年も開催いたします。深谷エンタビは今年で5回目の開催となりますが、深谷ならではの食を楽しんだり、職人の技に触れたり、レンガの街並みを散策したり、未来を担う子どもたちがものづくりを体験できるなど、深谷の特色やお店の魅力を生かしたバリエーション豊かなプログラムを体験できることから、毎年市内外から多くの方に参加いただき、リピーターが多いのが特徴でございます。開催期間は9月16日土曜日から11月30日木曜日で、プログラムによって開催日が異なります。各プログラムの予約は9月1日金曜日から先着順で受付を行い、定員になり次第締め切りとなります。皆さんにお配りした深谷エンタビ公式ガイドブックには全76プログラムの詳細が掲載されております。公式ガイドブックは商工振興課、深谷市役所本庁舎、各公民館などで配布中でございます。深谷エンタビの公式ホームページにもプログラムごとの情報が掲載されておりますので、ぜひご覧ください。以上でございます。